あれ？行こう行こう。すごい。そうね。うん。ねえねえ。おう。ふんふん。はあ。どうする？だったら。あの。ふんふん。なあ。それじゃ。そういえば、なあ、マジかよ。うんうん。やれやれ。というわけで事件解決を祝して乾杯。乾杯。かー、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜウニバなんだ。大阪と言ったらウニバでしょう。賑やかで雰囲気も合ってるかなって。さすがアンドのナイスチョイスだ。お前、怪盗服でバイトしてこいよ。人気出るかもしれねえぞ。おい、こら、着ぐるみじゃねえぞ。こうしてると去年のことを思い出すわね。怪盗として命を懸けて戦って、苦労や喜びをみんなで分かち合ってた。だが倒したターゲットたちの印象は以前の主たちとはまるで違うな。ヒイラギアリス、夏目アンゴ、兵藤マリコ、そして近衛明。倒すべき敵だったのは間違いないが、それぞれ事情を抱えていた。それで罪が消えはしない。だが単なる悪と切り捨てるのも難しい。そうだね。みんな何かに苦しんでた。誰だって悩んだり迷ったりすることはあるわ。そしてそれはきっと一生続く。でも大切なのは何かにつまずいた時にどうするかってことなんだと思う。キングにされた連中はそのつまずいたところをつけ込まれたんだ。改心させて周囲の人間を言いなりにすることで本当の自分から目を背けちまった。でも決して一言じゃないよね。苦しくて辛くてどうしようもない時にそれを解決できる方法があるって聞いたら、私たちだって迷い込むことがあるかもしれない。いや、俺らの場合は大丈夫じゃね。また調子いいこと言って。誰かが悩んでたら他の奴らが放っとかねえだろ。俺一人だったら危ねえけど、お前らと一緒なら大丈夫って気がすんだよな。リュウジ確かにそうね。特にリュウジは注意しとかなくちゃ。お、鉄拳制裁の出番だな。なんで俺だけなんだよ。そうだな、みんながいるならたとえ苦しいことがあっても道を踏み外したりはしない。怪盗団なら大丈夫だ、私が保証する。何一言みてえに言ってんだ。お前も怪盗団だろ。ああ、
ソフィアも善吉も我が輩たち怪盗団の仲間だ。ありがとうみんな。よし、まとまったところで大阪最後の夜を満喫するぞ。くそ、頭いて、昨日の炭酸が残ってやがる。俺も吐き気が。知ってるぞ、それ二日酔いってやつだな。いや、炭酸で二日酔いとかないから。はしゃぎすぎて頭ぶつけたのと、ただの食べすぎでしょ。そうなのか。まったく、バカなこと言ってソフィアを困らせない。相変わらず騒がしい連中だな。善吉、ニュースを見たぞ。無事この絵を逮捕できたみたいだな。お疲れ様でした。おう、まだ逮捕しなきゃならんやつは残っているがな。そっか、大和だ。俺はこの後飛行機で東京に向かう。一旦お別れだ。こちらこそだ。さて、時間はまだあるな。出発を見送らせてもらうぜ、先輩方。そういや、いいか。まあだったら。さてと。仕事の時間。おう。ああ、わかった。世話になったな、怪盗団。改めて礼を言うぜ、アカネを。俺を救ってくれてありがとうよ。大和田、逮捕できるよね？心配するな、俺が必ずあげる。過去の悪事も含めて全部な。大方今頃は慌てて警察に根回しでもしてるところだろうが、俺の上司がそれを許さんだろう。必ず追い詰めてやるさ。うん、頑張れ善吉。絶対逃がすなよ。誰に言ってんだ。こっちは公安で鳴らした敏腕だぞ。あかねちゃんにもよろしくね。ああ、いつでも遊びに来い。あかねも喜ぶ。今度はゆっくりしてけ。京都の案内でもしてやるよ。じゃあまたな。行っちまったな。ええ、あとは信じましょう。必ずやり遂げてくれるわ。さあ東京に戻りましょうか。マスターも心配してるでしょうし。準備はいいかしら？思い残したことはないわね。うん、思う存分遊べた。苦しいこともあったが素晴らしい経験だった。またこうしてみんなと旅に出たいものだな。同じく、人生の EXP 溜まりまくったぞ。思い残したことといえば、ソフィアの謎は解けなかったよね。仕方ない。まあそれは東京帰ってからだ。一ノ瀬に相談するのもいいかもな。焦ることないぜソフィア、これから一緒に探せばいいさ。だな。
難しいことは後でのんびり考えようぜ。ありがとうみんな。それじゃ出発するわよ。ソフィア、またナビお願いできるかしら。オーケー、任せてくれ。はあ、これで本当に終わりなんだよな。なあ、東京まであとどんくらいだ？だいたいあと3時間だ。もうそんな近いのか。着いたらキャンピングカーともお別れだね。よく走ってくれました。寂しいぞ、ゴーゴーファントム号。あれ、名前が変わってる。最初はなかなか眠れなかったっけ。もうすっかり自分の家みたいだけど。ねえ、このまま全国もう一周とかしちゃわない？名残惜しいけどそうはいかないわ。みんな元の生活が待ってるでしょ。特に宿題とか単位とかな。そうでした。言わないで。分かってるから今だけは忘れさせて。一月前にも同じこと言ってたような。何、人生は長い。1年や2年の遠回りなど気に病むことはない。ダブリ確定みてに言ってんじゃねえ。え、嘘、卒業くらいはできるよね。大丈夫、ここからの努力次第よ。明日からは切り替えて勉強すること。ちきしょう、人助けした分ボーナス特典とかあればいいのによ。ほんとそれ。はあ、何はともあれ今日が最後の日か。名残惜しいな。ならちょっと寄り道していかないか。どうしたソフィア、どっか行きたいとこあるのか。旅の終わりに花火ってやつを見てみたい。今日横浜で花火大会があるみたいだ。きっといい思い出になる。素敵、私は大賛成だよ。いいかも、去年雨だったしリベンジだね。じゃあ決まりね。最後の夜は花火大会でひとまず向かうけど、混んでるだろうから少し離れたところに車止めるわね。横浜到着。んで、ここってどこよ。なんか海の匂いすんな。あ、ここ海が見える丘公園だよね。前に撮影できたことある。イグザクトリー、花火会場はここから歩いて15分くらいだ。そうだ、せっかくだし浴衣着ていかない。あ、仙台でゲットしたやつだよね。いいかも。浴衣に花火、これぞ日本の夏というやつだな。人が多そうだけど双葉は大丈夫？前よりは強くなったし、みんなと一緒だから大丈夫だ。じゃあ私たちは先に行って場所を確保しよう。マジっすか。相当な混雑が予想される。いい場所で見たいならそれがベストだ。レディはいろいろ準備があるって教えたろ。頼んだぜお前ら。お前も場所取りだ、猫がな。なんと。まあ最後だしサービスしとくか。じゃあ後で合流な。晴れていてよかった。いや、ほんとそれな。お、来た来た。お待たせ。よかった、間に合ったみたい。ナイスタイミング、ちょうどそろそろじゃ。ああ、夏のいい思い出になるな。なあなあ、私も私も
た近くで見ると感動すんな。ほんと超綺麗だったね。ああ、特に最後のボタンは見事だった。ボタンってなんだ。お稲荷花火には種類によって名がついている。ボタン、カムロギクなどがその一例だ。あれがボタン。画像で見るよりずっとすごかったな。もっといろんな花火を見てみたい。どこでも付き合うぞ。全国の花火大会コンプするか。お前人混み苦手じゃねえのかよ。でもそれ楽しそうだな。どこへだって行ってやるさ。この先いくらでも時間はある。そうだな、うん、それがいい。でも夏も終わりだね。いろいろあったけどその分すっごく楽しかった。仲間も増えたし忘れられない思い出になったね。おい、そういうこと言うなよな。寂しくなんだろうが。ほら、まだ旅は終わってないわよ。帰りましょ、東京へ。それじゃあ着替えて出発しよっか。だね。ねえ、これヤバくない？都内のことだし俺らには関係なくね。だってほら、アプリ消したはずなのにまた復活してるし。バカなこと。え、何、どうして。あ、ラストチャンスだとか言って覗いたら閉めるから。なんたって露天風呂で前歴ありだからな。覗かねえよ。ありがとうなあ。そうだ、お願いがある。へえ。いいんじゃないか。だね。うんうん。はあ？ありがとう。そうね。なら。にゃふん。じゃ、そういうことで。ちょっといいか？わかった。はあ、今日が終わったら現実が俺らを待ってんのか。もういい加減諦めなって。楽しいこともいっぱいあるじゃん。しょうがねえ、俺も覚悟決めっか。まこと、東京までのナビは必要か？ありがとう、ソフィア。最後の案内頼めるかしら。オーケー、任せ。待て、なんだこれ。ソフィア？ジェイルだ。ジェイルの匂いがする。どういうこと？いや、待てって、エマはもう止まったんだろ。ジェイルもそれで消えちまったんじゃねえのかよ。わからない。いつからその気配があったかはわかる？少なくとも着いた時にはなかった。でも今は確かに匂いを感じる。しかもだんだん大きくなってる。なんだこれは、ものすごい規模だ。全吉から電話だ。お前ら今どこにいる？ニュース見てるか？いいから見ろ。これって、先日停止が発表された AI コンシェルジュアプリエマですが、原因不明のシステムトラブルにより停止不可能の状況に陥ってるようです。運営元であるマディス社が先ほど声明を発表。エマを利用しないよう呼びかけています。エマが
停止していない。どうなってんだ善吉。詳しいことは分からん。ただエマのサーバーは東京電波タワーにある。そいつは確かに停止され、個人の端末にあるアプリも起動できなくなった。だが今になって復活してやがる。マディス社にもこの絵にも理由は分からんそうだ。誰かがサーバーを再起動した。いや、それならマディスに止められないはずがない。完全にオカルトの世界だ。ありえないだろう。おい、なんか言ってみろエマ。はい、何かご用ですか。マジかよ。どっか別の経路で通信してるのか。でもなんでそんな。一体何が起きているの。善吉、こっちでもトラブルだ。ソフィアがジェイルを見つけた。ジェイルだと。間違いねえのか。間違いない。東京から横浜まで覆う巨大なジェイル、中心は東京電波タワーだ。電波タワーって、エマのサーバーがある場所か。行ってみるしかねえな。俺も今からそっちに向かう。ちょっと待ってろ。もう、あの、この地でとてつもなくおぞましい何かがうごめいている。かつて我が主を幽閉し、私を双子の姿に引き裂いた邪悪な意志の再来。これは以前にも、いえ、それとは違う。お願いです、トリックスター。あなたやあなたの仲間たちに頼りきりなのは心苦しいのですが、この厄災、邪悪な意志の正体をあなたの手で解き明かしてください。ここからそう遠くない場所に禍々しい力を感じます。それはきっとあなたが再び囚われとなった原因につながっている。ありがとう。力を司る者として私にできることすべてをもって答えるつもりです。ここへお呼びしたのは新たな処刑についてお話しするため。集団処刑、四神合体と五神合体が執り行えるようになりました。これらを使えばかなり強力なペルソナを生み出すことができるでしょう。それともう一つだけ、厄災の気配の中に感じるのです。それとは対照的な希望の息吹を。今は小さな光ですが、そのまばゆい意志がこの厄災を打ち払う鍵となる予感がするのです。長々と失礼しました。始めましょうか。ようこそベルベットルーツ。ではご武運を。行くぞ。仕事の時間だぜ。